モデルプレス、2024年9月1日、5人組ガールグループ、ルセラフィム、ルセラフィム、が8月30日、ホースミニアルバム、クレイジーをリリース。タイトル曲、クレイジーでは、本格的な、ボーギング、の振り付けにも挑戦し注目を集めている。写真、ルセラフィム、ミニタケで美脚披露、ルセラフィム、本格的なボーギングに挑戦同日公開された、 クレイジーのミュージックビデオは曲名にふさわしいクレイジーさを表現したユニークな演出が話題に。5人のメンバーは銭湯、水族館などでパフォーマンスを繰り広げ、頭からパラボラアンテナをかぶったり、おでこから金魚が飛び出したりと不可思議なシーンの連続で見るものを引き込んでいく。ミュージックビデオの後半には、 アメリカの有名ボーギングダンスチームアイコニックハウスオブジューシークチュール所属のダンサーたちが登場メンバーとボーギングのパフォーマンスを繰り広げながらハイライトを飾るメンバーは印象的な手の動きはもちろんしゃがんだ状態で足を蹴り出しながら前進するダックウォークや床に倒れ込んで足を上げるリップなど様々なボーギングの要素に挑戦カムバックショーケースでも 音楽からパフォーマンスまで、これまでやったことのない新しいジャンルにチャレンジしたと意気込みを語った。ボーギングの意味、起源とは、最近 K-POP でもトレンドの一つとなっているボーギングの起源は、LGBTQ プラスカルチャーだ。ボーギングは1970年頃米ニューヨークのハーレムのボールルームと呼ばれたダンスシーンで誕生。このボールルームは、黒人、 ラテン系の性的マイノリティが人種差別、同性愛差別から逃れ、ありのままの自分をアピールできるナイトクラブだった。ボーギングという名前は、ファッション誌ボーの印象的なモデルポーズに由来。同性愛者たちがディスコミュージックに合わせ、モデルのように芸術的なポーズを決め、その美しさを競い合ったことから始まっている。 ポップミュージックにも影響を与えるボーギング・ボーギングは多くのポップアーティストにも影響を与えており、特にマドンナのボーグ、1990はボーギングの認知度と人気を高めた楽曲として知られている。韓国ではかつて、韓国のマドンナと呼ばれ、ルセラフィムとも親交のあるオム・ジョン・ファが、ボーギングを取り入れたパフォーマンスでヒット曲、カム・ツー・ミーを踊った。近年はチャング、HA ・エイ・エイ、 チョンハ、ソミ、ソミ、ママムー、ママムのソーラー、ソラなど女性ソロ歌手が次々に本格的な防具パフォーマンスに挑戦している。特にソーラーが5月にリリースしたカラーズは実際にボールルームを再現したようなナイトクラブで、ドラーグ衣装、メイクのダンサーたちと踊るパフォーマンスがキュアカルチャーへのリスペクトとして好評を得た。 パリ五輪開会式でも見せ場に同性愛者を公表している芸術監督トマ・ジョリーが演出を手掛けたパリオリンピックの開会式でもゴーグダンスは大きな見せ場となったネットフリックスのリアリティ番組「ルポールのドラーグレース」に出演した人気ドラーグクイーンらが登場しセーヌ川に架か,かるルビリ橋で多様性をテーマにしたショーを繰り広げた場面だあの開会式が多様性と共存を体現していたように ボーギングは抑圧されたマイノリティコミュニティが生み出した解放のためのアートでもある。様々な受難に直面したルセラフィムが、クレイジーの活動を通してどのような姿を見せていくのか注目が集まっている。モデルプレス編集部。